待ちだな。漫画のシャドウか、漫画だね。アニメのシャドウサイドは闇絵も出るのか。漫画もあるよ。てかあれ闇絵も応募するとき出るかも。かもね。カイラ出るのか。カイラね。だってその時代のエンマはカイラでしょ。そうだよね。妖怪ドリームメダル。まだ見てないからね。どっちの設定なんだろう。このメダルでよろしいですか。あれ不動明王と倒したのなんだっけ。鬼を螺旋か。そう。鬼を螺旋は終わったのか。終わった最後ね、コーダがやられそうになってね、モグトグモグが助けた。もう映画終わっちゃったから、ね、おすすめのマップがありますよ。あれはほぼ完璧した。四角公園駅、よし、出発。四角公園太陽神出るかな。いや出ないでしょ。太陽神出なくてもいいからあれが出る。なんかレジェンド出てほしい。レジェンド、そうだね、レジェンドもいいよね。レジェンドが出てたらレジェンド妖怪がいるよ。レーダーをヒットに妖怪を探しましょう。何にもね、Cランクだからもしかしたらメラメライオンがいたんですよ。あれどこだ、いた、メラメライオン。おやったやった、メラメライオンじゃん。やったな、これでミルチいけるな。あれどこにいるの。結核が邪魔で見えねえ。やったじゃん、もうええわ。メラメライオン、妖怪が飛び出してきました。まだ何かありそうですよ。やったじゃん。 C ランク逃げられることねえだろ。いやーやったな、やった。あれどこにいるんだ E ランク。いやもういいんじゃないですか。もういいよ。下下ちょとりあえず全部全部左左左 E ランクしかいないんですよ。あー痛い痛い痛い。いや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 、やりましたね。ご会長、我々に未来が開く。妖怪が飛び出してきました。いやいやいや、まだ何かありそうですよ。やりましたよこれは。いよいよもう行っちゃおう、行っちゃおう行っちゃおう。レジェンドいたらレジェンドがいますね。この妖怪と戦いますか。戦わない。やったな、ついにやったな。今手映ってない。メラメライオンゲット。これはでかいわ。いやー、やっとずっと銃弾が終えられるってことで、これは長かったな。メラメラより逃げられたんです。どうしようもないよ。あとはパーだと思うんだけど。ファンタスティア。いやこれでスーパーセンターブータスティア。ハイポーセンターブータスティア。
Fantastic. 帰ってプニプニしたい。これ声が欲しいよね。大ダメージ。その晴れ男なんか火の技くらって火の技じゃない。いやーでかい。それで水ついったな。100になってほしいな。100100100。あーやったよかった。まさかこんなメラメライオンでこの苦戦するとは思わない。それで挑戦者をゲットして、挑戦者がいれば、うん、やっと水しとかない。やったー。いやー、よかった。ウキウキドリームルーレット、妖怪ドリームメダルボーナス、一等が増えましたよ。ヒノトリー。でも多分次のダウンはエンマが出ないと思う。メンマを探せるのもこれで最後かな。あれ、まあいいよ。まあメラメライオンだし、少々お待ちください。いや間に合ったな。多分4月26だと思うんだよね。11だ、うん、ゲットします。メラメライオンファンはメラメライオン超費はいるんだけど、ペラペライオンもいるんだけど、メラメライオンと心聞いてしまう。そうだよ、なぜかメラメライオンは持ってない。あ、そういえばメラメライオンシャドウサイド出てたって。出てたよね。一瞬しか出なかった。セールがアークをくれた。あ、この記事でライオンとメラメライオン。そうだよ。鍵付けエリア出てくるか分かんないけどね。メラメラミス。こいつが欲しかったんだよ。ちょっと付き合わせたい。キャンペーンで今日結局誰だ、撮影も楽しか出なかった。そうだね、本当さ、このキャンペーン辛いよな、いつも。結局サスライトなんてやってねえの。そうだから、なんで覚醒、この前覚醒今なんで出たんだろう。だからやっぱ太陽神とかまた出る可能性あるよ。これ次誰だろうな。こいつら追加されると思う。しないと思う。どうなっちゃう。これ神だよね。次神枠誰だろう。そうだね。ヨーデル戦って神じゃないでしょ。違う。違法妖怪。これ今度あれかな。サスライスをやろうかな。サスライスをさ、リセットしないで、しないでくれないのかな。そうだね。はい、じゃあちょっと、2日まで道が開けたので。